ウィリアム・アドルフ・ブグローは、フランスの画家、ラ・ロシェルに生まれる。19世紀フランスのアカデミズム絵画を代表する画家で、神話や天使、少女を題材とした絵画を多く残した。日本語では、ブグローとも表記する。ビーナスの誕生ブグローは1825年、フランス西部の大西洋に面した港町、ラ・ロシェルに生まれた。1846年、パリへ出て、 エコールデ・ボザールに学ぶ。1850年にはローマ賞を得て、皇妃でイタリアに留学し、同地に4年間滞在した。1876年には美術アカデミー会員となり、1888年にはエコールデ・ボザールの教授に就任している。画風はアングルなどの新古典主義の流れを組む伝統的なもので、キリスト教、神話、 文学などに題材を取った構想画のほか、肖像画を数多く残している。構図や技法はアカデミックなものだが、官能的なラフ像、可憐な子供の像、優秀を帯びた若い女性の像などに独特の世界を築いている。完備で、短美的な彼の画風は当時の人々の好みにあったと見え、生前には彼の名声は非常に高かったが、20世紀以降、 様々な会が革新運動の勃興とともに、ブグローの名は次第に忘れられていった。再評価されるようになるのは20世紀末のことである。なお、ブグローは作品には、ウィリアム・ボーグエレアウと署名しているところから、ウィリアムが普段使っていた名前と思われるが、フルネームについては、ウィリアム・アドルフ・ボーグエレアウとも、アドルフ・ウィリアム・ボーグエレアウとも綴る。 19世紀以前のフランスの画家の出世コースは、エコール・デ・ボザールで学び、ローマ賞を得て、皇妃でイタリアに留学し、サロンに毎年出品し、美術アカデミーの会員となり、エコール・デ・ボザールの教授になるというのが典型的なパターンであった。ブグローは、このような当時の画家の絵に描いたようなエリートコースを歩んだ画家であった。印象派が生まれた19世紀末のフランス画壇において、 中心を占めていたのは、ラファエロ、フッサンダーの系譜に連なるアカデミスムの絵画であり、ブグローもその一員であった。20世紀に入り、印象派、ポスト印象派、キュビスムなどのモダニスムの台頭とともに、これに対抗する、旧勢力としてのアカデミックな絵画は、投函視されるようになり、やがて美術史から忘れ去られた存在となった。しかし、20世紀末頃から、 アカデミスム絵画を再評価し、美術史の上で正当に位置づけようとする動きが高まり、ブグローについても再評価がなされるようになった。1984年にパリのプティバレ美術館で行われた回顧展以降、ブグローへの評価と関心が高まり、彼は19世紀フランスを代表する画家の一人とみなされるようになっている。ウィキメディアコモンズには、 ウィリアム・アドルフ・ブグロウに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。